いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルは誰でも簡単にすぐできるをコンセプトにして食パンのアレンジレシピを配信しています。最近涼しくなってきましたよね。皆さん風邪とかひいてないですか？寒くなってくるとですね、食の変化もさっぱりしたものから少しこってりしたものを食べたくなったりする季節になると思います。私は食パンのアレンジ動画をアップしているんですけど、料理も割とする方なので、この間は豚の角煮とかを作ったりしました。角煮は少し時間がかかるので、頻繁には作れませんけれども、家にいる時とか、仕込むことができるのでぜひ作ってみてください。すいません、ちょっと話が逸れてしまいましたが、今回紹介するレシピは、少しこってりした食パンのアレンジレシピをご紹介したいと思います。タルタルソースとチーズ、あとパン粉を使った、メニューを紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧になってください。これとは別になるんですけれども、過去の動画でもですねアレンジレシピを多数載せておりますので、あなたに合った動画が見つかると思います。こちらもぜひ確認してみてください。またこのチャンネルを立ち上げた経緯とか、自己紹介っていうのは別の動画にしてあります。リンク貼っておきますので、ぜひそちらも、視聴してみてください。それでは、材料の説明をしていきたいと思います。今日はですね、まずこの食パンですね、こちら1枚使用します。それとこの市販のタルタルソースですね、こちらも使用します。あとチーズが、ナチュラルチーズ、こちらだいたい 45g ぐらい使用します。それと、食感を出すためのこのパン粉ですね、だいたい 30g 使用していきます。それでは早速作っていきたいと思います。はい、まずはですねこの食パンの上にこちらの市販のタルタルソースを上にかけていきたいと思います。でこのまま焼いてしまうと、焼きムラができてしまうので、このようにですね少しスプーンか何かで伸ばしていってください。はい、こんな感じですね。そしたら食感を出すためにこちらのパン粉をこの上に振りかけていきたいと思います。はい、こんな感じですね。そしたら最後にこちらのナチュラルチーズを上にかけていきます。こちらでですね、今からトースターで焼いていきたいと思います。まずはバルミューダに 5cc のお水を入れてください。チーズトーストモードでだいたい5分程度焼いてください。お家にバルミューダがない方はトースターでチーズに焦げ目がつくまで焼いてください。はい、焼き上がりましたので取り出していきます。このぐらいですね、焼き色がつくまでしっかりと焼いてください。はい、お皿に移し替えてこちらで完成となります。いかがだったでしょうか？誰でも簡単にすぐ作れますのでぜひお試しになってください。参考になったよという方はぜひチャンネル登録をお願いします。また今後作ってほしい動画のリクエストなどがあればコメント欄で教えてください。ではまた。